はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。ということで、私は2021年度一般社団法人岩国青年会所広報戦略委員会委員長の柏原のいたかです。どうぞよろしくお願いします。昨年2020年はですね、SDGs 推進委員会委員長としてもいろいろと事業をやっていく予定ではありましたが、皆さんもご存知ではあります新型コロナウイルスですね、あちらが原因で、本当皆さんの勉強のためになるような事業であったり、会議所としての活動なんかもですね、やむを得ず中止になりました。今年委員長もですね、私も含めて2人の委員長が2年連続委員長をして、もう1人新たに委員長を行っていく方がいらっしゃるんですが、その3委員会でですね、しっかりこの岩国青年会所を盛り上げていけたらなと思っております。広報戦略として何をしていくのかっていうのをですね、1月の1日に配信されていると思うんですけども、今石理事長誕生という多分タイトルがあって、そちらの動画の方で今石理事長が広報戦略のことで話をされたと思うんですが、我々はですね、YouTube 動画を年間100本ほどやっていくことになりました。その YouTube 動画を100本やってほしいっていう理事長の方からお願いされた時に、映像を作ったりするのは嫌いではないので、全然いいですよってことだったんですが、100本ってなるといろいろ計算したんですよ ね。年間100本ってことは3日に1本上げないとその100本には到達しないかとというのもありまして、それをできるのかなっていうのが正直な思いでした。だからといってやらないわけではないんですが、本当やっていくんですけども、本当この現在この動画もですね、実は2020年の12月の4日に撮影しております。本当こういった感じで前撮りをして、編集して、すぐ配信できるような体制にしておかないとですね、目標の100本には到達しないかと思っている状況です。今ですね、いろいろテーマは考えていまして、本当この岩国市を本当いろんな他県の人だってこの YouTube を見られる方にですね、岩国がどんな町かっていうのを、ご紹介できたらなっていうのだったり、あとは本当この岩国青年会議所が、どんな会議所で、どんな活動をしているか、そしてどんなメンバーがいるのかっていうのをですね、本当地域の皆様に知っていただけたらと思っております。青年会議所の会員たち、全員がやっぱりいろんな起業をされている方が多いので、その企業の紹介であったり、青年会議所の OB の皆様のですね、会社の PR なんかも、ぜひ撮っていけたらなと思っております。その中でもですね、ただ真面目な映像、動画ばっかりじゃ見る人たちもですね、つまらないとかすぐ早送りみたいなしてしまうかなと、私自身もですね、いろんな YouTube を見てる中でついついこう飛ばしで見てしまう時があるんですが、でも本当楽しい動画を作っていきたいなと思っているので、たまにふざけたことをしてるとか、あまり、クレームにならないようなギリギリラインのことまではちょっとやりたいなっていう、ちょっと冒険心は持ちながら今計画中ではございます。一番の目的としてはですね、今現在、会員数も、正直減少にある中ではあるので、本当会員拡大も含めてこの動画を見ていただいた方に、本当若い青年ですねの方々にはですね、ぜひ見てもらえたらなと思います。青年会議所としてもですね、卒業が40歳までなんですよね。で、いろいろと経験できることもたくさんありますし、また、私自身も、今までまだ、3年ぐらいですかね、3年ぐらいしかまだ経験数ないんですが、その3年間の中でいろいろと、その先輩方のお考えだったりとか、どういったふうに進めているのかとか、私も実際パソコンとかってすごい不得意なんですよね。なんで、そういった中でこの会議所に入ってすごいこう勉強になることもたくさんありますし、
資料なんかもなかなかうまく出せないものもだんだんとできるようになってきたりとか、まあ人がまた一つ成長できる場じゃないのかなと思っております。まあ本当にいろんな思いで入られた方がいらっしゃいますが、いろんな気持ちのメンバーがいますのでね、それはそれで楽しいのかなと思いますし、まあ一緒にやっていく上で この人はこんな人間なんだっていうのもですね、まあその辺もご紹介できたらなと思っております。はい、なので、まあ今後もですね、まあ何回も言ってるかもしれませんが、楽しい動画を撮って、地域の皆様、そして他県の皆様、この YouTube にチャンネル登録なんかもされている、本当いろんな皆様がですね、楽しく見てもらえる動画をしっかり、1年作ってまいります。でそれを今後、まあ、ただ1年間 YouTube 動画を100本作って、終わったねではなくて、それをまた次の世代につなげていけるように、いろいろと考えて回ろうと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、最後とはなりますけれども、この岩国青年会議所チャンネルをまずグッド評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた何かの企画で会いましょう。